どうも、こんにちは、こんにちはでございます。今日はね、有名なんですね、巾着田公園に来ておりますね。金のね、金の巾着田でございますね。それで、ね、ここはね、まんじゅう鮭で有名なんで、まんのまんじゅう鮭。つまりね、金でまんでございますね。金で有名で、まんで有名というね、巾着田で有名で、巾着田で有名なまんじゅう鮭。まんじゅう鮭で有名な巾着田公園ということで、金でまんということでね、金でまんレポートということで、ね、金でまんレポートということで、今日は一日お送りしたいと思いますので、よろしくお願いしますね。金でまんレポートでございますよ。この巾着田のね、案内看板なんかもあって、そうですね、案内看板あって思い出しました。こうね、まんじゅしゃげの、まんじゅしゃげですよ。まんですよ。まんのじゅしゃげ、まんのじゅしゃげのね、こう、群生地でございましてね、この時期はものすごく人がね、観光客の人が大勢来るんですよね。こんな感じですね、こんな感じでね。だから駅前のね、売店なんかも、そんな時だけはね、休業中と出てましたから、そんな時だけはね、開くのかもしれないですね。まあ、いろんなものがあって、結構見どころ多いですね。ホタルの育成地とか水車小屋とかですね、いろんなものもあってね、あとこれドレミア橋ってなんですかね、ちょっといろいろね気になるものがありますよね。あの先にアイアイ橋とかね、まあ、いろんなものがあって、その後にですね、臨時駐車場があって古民家で、この臨時駐車場なんかもね、このまんじゅう鮭の時期なんか人が溢れてね、すごいことになるのかもしれないんで、まあ、そういったところでね、あとはまあ菜の花、ハス、コスモスですね。冬はまんじゅしゃけの葉です。葉ね、冬はさすがに花が一切咲かないんで、どうするのって言ったら葉ですよ。葉で宣伝するともうね、なんとも、ともかく一年中観光客お願い来てよってことですから、やっぱ時期はね、9月から10月上旬、今もう終わっちゃったんですけどね、今11月なんで、その時のまんじゅしゃけがやっぱりすごい有名だよってことですけど、まあそんな感じでね、しかしこれ、まんじゅしゃけの葉で宣伝するってね、葉で宣伝するってことは、葉すごいですよね。はい、そんな感じがしますね。はい、それでこれがですね、その巾着田の入り口の部分のね、前景をなんとなく映したものでございますがね、この辺からずっと来て、この辺が先ほど僕が歩いてきた道で、で、こんな感じでですね、水田とね、あとブルーベリーの畑ですかね、そんなものとかが今一面と広がってるっていう、で、その奥になんかね、こうパラパラ飛んでるの、これ多分タコだと思うんですけどね、見えますかね、タコ。タコですよね、これ。なんですかね、鳥よけかなんかでね、もしかしたらね、タコをね、作ってるのかもしれないですね。それで、まあ、こんな感じであって、それで先ほどの看板がこちらですね。ここにはね、奥武蔵の鳥っていうことで、なんかね、この小屋のところにね、ご紹介の記事なんかもね、載ってますが、私鳥全然わからないんで、いや、鳥って言ったら、焼き鳥しか知らないですね。焼き鳥しか知らなくて、まあ、砂肝と皮とか、砂肝ください、皮くださいって言って、昔ね、焼き鳥屋さんでね、行ってね、頭くださいとかね、言ったら、頭は豚肉で焼き飛んで、うちは焼き鳥屋だから置いてませんって言ってね、怒られちゃったこととかありますけれどもね。で、まあ、こんな感じでね、昔はどうだったんですかね、結構いろいろ観光としてもっと賑やかだったんですかね。なんかこうやってね、お弁当屋さんとかね、置いてあったんだけど、こうやってね、今は営業してないみたいな感じとかね。あとこの武蔵、多分このね、奥武蔵の鳥ってご紹介されてるところとか、この辺のシャッターも多分いろいろね、売店なんかがあったところなんでしょうね。どうなんでしょうね。今でもね、巾着田の季節の時はね、このシャッターが開いて売店が復活したりとかね、このお弁当屋さんなんかもね、もしかしたらそうやって季節限定で動かすのかもしれませんね。ただ今はもうね、何もない時期なんでね、まんじゅう鮭の歯ですからね、まんじゅう鮭、歯、書いてありますね。もう、こうやって警告、まんじゅう鮭咲いてますよ。やっぱり勘違いしてくる人が、いないように、クレームが出ないようにね、まんじゅう鮭咲いてませんとかね、まあ、こんな警告看板まで出てますね。で、キャンプ禁止だそうです。昔ね、この河川敷にね、キャンプ、無料キャンプ場ってことでね、開放してたんですけどね、今はもう、ダメになっちゃったんですね。どうなんでしょうね、キャンプが禁止なだけで、バーベキューとかそういうのはね、焚き火とかはやってもいいんですかね。その辺はちょっとわかんないですね。昔本当無料キャンプ場で有名なところで、YouTube の動画なんかもいっぱい出てたんでね、キャンプできると思って勘違いしてる人多いんで、まあ、そこら中にキャンプ禁止のね、看板が出てますね。ただこうトイレとかね、観光地だからトイレとかはきちっとね、こう、使えるようにはなってるようですね。この河川敷ですね、ここでですね、自由にですね、無料でですね、キャンプができたんですよ。ついこの間までね、ついこの間までできたんですけどね、なんかね、
大雨でこの辺がですね、台風が来た時に川がズドーンと来ましてですね、その時以来ですね、まあ一切ですね、まあキャンプができなくなって、それ以来ですね、キャンプ場としてはまあお釈迦ポンというこんな状態でね、非常にまあ悲しいですよね。非常に悲しいなと思いますが、まあ致し方ないのかなみたいな気もしますけど、でも本当ね残念ですね。はい、見事ですね、この真っ赤ですね。こういう季節なんですね。本当にもう真っ赤に、これもみじですね、真っ赤になっちゃって見事な紅葉っていう感じがしますね。いや、このこれめっちゃ綺麗だな。ちょっとこれめっちゃ綺麗ですね。ここはね、巾着台のね、キャンプ場の跡地でございますね。キャンプ場の跡地でございますね。はい、あ、ここがね、巾着団のね、管理事務所ということで、トイレがあって、まあ、管理事務所ということで、ここで全部管理してますよってことですね。だから何かあった時にはこの辺でね、いろいろご相談すればよいのかなみたいな感じなんですね。すごいですね、自動販売機、すごいですね、この自動販売機見てくださいよ。すべてお茶ですよ。全部シャイマ茶ですよ。しかもですね、全部売り切れです。はい、全部狭山茶で全部売り切れですね。でも看板にはなぜかコカ・コーラがあるっていうね、これがね、巾着団とね、管理事務所の、一般財団法人巾着団管理事務所のね、前の自動販売機、オール狭山茶ですね。まあ、要するに地場がね、狭山なんで、その地場の狭山を宣伝したいということでね、ああいう趣旨でやってると思うんですけれどもね、僕ちゃんもお茶よりコーラの方が好きだなみたいな気がしますけれどもね。はい、そういったことでまたこのね、歴史を最近どこでもありますけどね、いろんなところを紹介しているこの観光案内の看板なんかも例によってあってですね、駒神社相合橋とかですね、まあ商店員ってのもあるのか、なんかいろんな場所を紹介してて、いろいろ回ってみたらみたいな感じで観光客を引き立てる工夫がね、いろんなところにされてるわけでございますね。やっぱりこの地区はね、巾着だがメインでございますね。巾着だがないとやっぱりね、お客さんはあんまり来ないということでございますね。なんかご近所の方がね、犬の散歩とかされててね、そんなご近所の方のね、憩いの場所みたいな感じなんですかね、今はね。巾着だのね、駐車場はね、オートバイ100円、普通自動車500円ってね、大型中型バス300円みたいなね、感じでね、日高市が運営してるということでございますね。巾着だでございますね、金玉着々、金玉着々みたいな感じでね、金玉着だとかね、金玉が着脱とか言うと、金玉は着脱しますね。そういうことは無理でございますね。はい、それはもう人間として無理でございますね。それですね、これがですね、なんと二輪車の駐車場でございましてね、ここに、1日止めると100円取られるということでね、二輪車の駐車場はここということです。なんかすごい貧しそうな感じしますけど、まあ、止められればいいってことですね。で、駐車場についてはね、現在ですね、5時まで利用ということになっておりまして、それ以上は止められないということです。結構いっぱい車ね、止まってるんですよね、今日みたいな日でもね。すごいですよね、結構いっぱい止まってるっていうのはね、驚きでしたね。そして分かんないのがこれなんですよね。これから先は一方通行です。ただし地権者を除く。これから先は一方通行です。多分車だけだと思うんですよね。ポコポコね、歩くことについてはなんか地元っぽい人がね、こっち向かってあっち歩いてますし、多分ね、逆方向に歩いてもいいような気がするんですよね。で、あ、じゃあこっち行ったら何かあるかっていうとですね、なんかね、こう特にね、まあ、のどかな風景が広がってるだけで、特になんか面白そうなものがありそうな気もしないですね。駐車場がだからあって、駐車場があって、なんか工事の、旗が、工事現場事務所の旗が立ってるぐらいしかちょっと見当たらないので、特に面白そうなものもないので、多分この一方通行はね、車限定だと思いますのでね、歩行者はね、デブであっても、デブな歩行者であってもこっちに行っていいと思うので、こっちへ向かって歩いていきたいと思いますが、ちょっと駐車場の様子とかやっぱりね、下の田んぼの様子が気になるので、ちょっとね、遊歩道じゃなくてね、下の方を降りて、ちょっとね、歩いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
なんかね、キャンプ禁止とは出てたんですけど、結構ね、テント張ってらっしゃる方はね、いっぱいいるんで、多分ね、宿泊が禁止っていうだけであって、デイキャンプとかするのは多分ね、問題ないんだと思うんですよね。あ、俺もやろうかな、ちょっと持ってきて、あ、いろんな方がいっぱいね、テント張ってゆっくり過ごされてますので、多分ね、デイキャンプは問題ないと。ただ宿泊は禁止だよと。そういったね、趣旨だと思いますね。管理事務所があんな近いんでね、当然ね、違法などはね、注意されるはずなんで、デイキャンプはね、現在、できるというような、感じで運営されているんだと思いますね。これだけはっきりでっかく書いてますからね、皆さん気づかれないわけないんで、はい。それでね、キャンプ場なんかね、こういったね、硫黄が集中すると水量が少なくなることがあります。油分の多い器具は洗わないでくださいってことだから、普通の食器はね、逆を言えばここでね、洗っていいということだと思うんですよね。だからまあね、本当ね、デイキャンプみたいなのを手軽に楽しむにはね、すごくいいところで、これでね、平日にもかかわらずね、これだけ多くの人がね、こういったところにね、お越しになってるんだと思いますね。はい。それで、ね、ここはね、巾着田、万寿舎芸公園ということで、今の公園の、駐車場の一番奥地ですね、今の駐車場の一番奥がですね、こういった形になってます。巾着田万寿舎芸、公園ですね、すごいですね、金玉万個みたいな、もう興奮しちゃってもうたまんないみたいな感じですね。金玉弱者、万寿舎芸公園、まあいいや、もうみんな、もう下ネタ考えても疲れたみたいな感じでね、やりすぎですね。で、これが多分ね、巾着田だと思うんですけどね、今の時期はもう花が終わって全部、葉しかございませんね。あの、冬の名物でございますね。ここの冬の名物、巾着田、万寿舎芸の葉でございますね。あの、万寿舎芸の葉をね、見て楽しんでくれってことですけどね、ほとんど人は誰もいませんね。やっぱ歯ではつまらないということですね。そりゃそうだよね。ちなみに今日ね、歯医者様のまだね、一件も、ね、見つけていないですね。はい。ちなみにここはですね、もういろんな、やっぱ観光地なんで大変なんですよね。ゴミを持ち帰れとかね、自転車バイクは乗り入れ禁止、キャンプ禁止、そして河川利用禁止、とどめがこれですよ。マムシ注意です。マムシ注意。これはね、本当にマムシが出るかどうかはわかんないんですけど、この巾着田のこのですね、自生地の中にですね、踏み込むやつが必ずいるんですよ。で、こういうところに、マムシがいるっていうことを出しておくとですね、怖がってみんな入らないという意味があってですね、まあ、本当にマムシが出るのかもしれないですけれども、あの、そうですね、過去に多分出たことはあると思うんですよ。出ないとこのマムシ注意という看板自体がおしゃかぽになるんで、実際マムシは出たことがあるんですけど、こういう警告看板を出すっていうのはですね、この遊歩道から外れんなよというね、警告の意味としても抜群の効果を出すということでですね、よくお役所がやる手口でございますね。元公務員の私がですね、あえてね、こうやってね、内輪話をちょっとね、お話しさせていただくということでね、マムシ注意の看板の意味はですね、もちろんマムシに注意するという本当の意味もありますが、それに加えてですね、こういったね、遊歩道から外れて歩くんじゃねえよバカというね、そういうね、警告文でもあるわけでございます。はい。それじゃあね、もうね、巾着田の葉はね、十分にね、堪能したのでね、まあ、これ以上ね、緑にね、触れてもしょうがないみたいなところもあるんでね、この階段を降りてね、まあ、お散歩道っていうのがあってですね、なんか近所の人がね、こう、犬をね、こう犬をね、遊ばせたりとかしてね、まあ、のどかな雰囲気も広がってるわけでございますが、まあ、それ以上ね、僕ちゃんは、特にやりたいこともないし、まあ、こんな風景が広がってますよということでございまして、まあ、それでいいかなと思いますので、あとはね、帰ります。はい、帰りたいと思いますので、今日のね、レポートはこんなもんでね、終わりにしたいと思いますね。何にもねえなあとな。あとこうやって公園として結構ね、綺麗に整備されてるんでね、遊ぶにはね、結構ね、快適な場所かなとは思いましたね。はい。それでね、例によってね、またね、ドリンクが切れたんでね、まあこの美味しい、やっぱ甘いカフェラテが飲みたいなと思ったんだけどね、まあね、当然のことはいつものパターンだとこっちのね、お茶になるわけでございますよね。ただお茶の下にですね、ちょっと気になるものがあってですね、
ジョージア発贅沢コーヒーゼリー160円って、これはね、すごい気になるんでね、でもやっぱね、これを買わなきゃいけないから、やっぱあやったからやな、こっちにしようかな、こっちにしようかなって、ちょっと迷ってるわけでございますね。で、まあ、とりあえずまずですね、お金を入れてですね、こっちで、やっぱ普通こっちで、こっちでね、絶対、多分ね、これ砂糖入ってるんで太っちゃうんでね、当然これなんですけど、今日は予約に負けちゃいました。すいません、ごめんなさい。はい、予約に負けました。はい、ジョージアコーヒーゼリーでございますね。はい、これ絶対美味しいですよね。はい、絶対美味しいと思いますよ。はい、でね、これはね、よく振って飲む。これね、よく振って飲むってことです。ガン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 。よく振って飲みたいと思いますね。はい。よく振って飲みます。ガン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 。絶対美味しいよ、これ。それじゃあね、誘惑に負けて買っちゃったから、ジョージアクリーミーをいただきたいと思います。これ絶対美味しいよ、絶対。めちゃんこ甘いでね、ものすごいいっぱいね、甘クリーム入ってる。これね、めちゃんこカロリー高いよ。これね、絶対めちゃんこカロリー、 100ml あたり41キロカロリーですね。結構ありますね。でもコーラとかほどじゃないですけどね。でもね、これね、めちゃんこ美味しい。生クリーム入っててさ、甘くてさ、めちゃんこ美味しい。ダメだ、もう幸せだな、僕ちゃんもダメだ、僕ちゃんもうおしゃかっぽん。これ絶対痩せないね、おしゃかっぽん。というわけでね、はい、というわけでね、巾着台の駅からね、巾着台の駅じゃねえよ、巾着台のね、公園からね、今駒駅の方にね、ちょっと上り坂なんですけどね、まあ最近全部慣れてきたね、何事も慣れなんでね、でこれなんだろうと思ってさ、これね、第19って書いてあるとこなんだけど、これ営業日がね、金土日のみになりました。あ、こうあったあった、カレー屋だ、インドカレーチャイっていうね、ムササビ系って書いてありますね。でインドカレーを食べさせるムササビ屋さんというのが、こういうね、古いボンネットバスですね。これボンネットバスを利用して、まあ、こんな風にお店をやってるってことですね。あ、これすごいな、金土日だと行けるんだ。今日は金曜日でも土曜でも日曜日でもないんでね、なんかこういう店あるとね、これ行ってみたいですよね。なんか副業みたいにね、やってる、まあ趣味の延長みたいな感じでやってる可能性が高いので、こういう店ってね、大抵採算度外視でやってるんでね、めちゃくちゃ美味しいこと多いんですよ。あのね、こうやってね、地方の土地の安いところ、地方で、ここもある意味地方ですよね。23区みたいなところとは違いますから、そういったところ以外でやってるところでね、こういう店ってね、美味しいですよ。大抵美味しいですよ。あの週末だけやってるような店って採算度外視ですからね。ただたまにですね、信じられないぐらいね、まあいいや、余計なことは言えない、やめよう。この店は、分かんないですね。一回も行ったことないんで、これからね、チャレンジしてみたいと思います。でなんかね、ここに一軒お寺があってね、なんか立派なね、女神様ですね。もうこれ見るとね、こういうの見るともう大船観音のね、あの上り坂を思い出してしまいますけどね。まあこんなのもね、あったりとかするんですね。まあ行かないです。行かないですね。行かないですけど、まあちょっとね、上り坂を上がってね、もう帰りました。なんか疲れたわ。で、こういうね、草に覆われたね、交通標識ってね、いろんなトラブルの元になりますよね。なんかこういうネタ動画もね、持ってるんで、出そうかな、どうしようかな。今迷ってます。はい、そんな感じですね。はい、じゃあこの坂をね、こう一から一から上がってね、駒駅の方に戻っていくつもりでございますがね、あ、これぐらいの坂だともう全然息切れしなくなりましたね。慣れというものは人間恐ろしいものでございますね。駅に向かって帰りたいと思います。と思ってたんですけどね、これ先ほどね、来る時に見たね、なんかね、豆腐屋さんですね、豆腐屋さん。豆腐屋さんのあたりまでね、黒岩ですか、駒の黒岩とかいうやつですよ。あの、行きがけに見かけたやつですよ。これをですね、今、やってるんですけど、意外とね、やっぱね、徐々に体にきますね。これ徐々にね、疲れてきてですね、やっぱりデブは上り坂はダメですね。さっき甘いコーヒーとか飲んじゃったし、冷房で。いやー、いつになったら痩せるんだみたいな。まあ、永遠に痩せないと思いますけどね。やっぱり、いろいろ息切れしてきて、あ、でもこれは上り坂終わりかな。ちょっと、やっぱりね、ダメだね。やっぱり上り坂はね、ダメですね。
下りに徹したい僕ちゃんでございますね。もうただ人生の下り坂は嫌だな、人生の下り坂は嫌だけどね、歩く道はやっぱり、ね、下り坂で、ね、行きたいと思いまして、あちょうどこの前の駅の国道の交差点のところまで来たんでね、まあ、ここまで来ればほぼね、まあ、駅に着いたも同然みたいな感じで、あとは上り坂もないんでね、これでね、無事駅の方にねたどり着けるとね、で、思うわけでございますね。だけどね、あなたのローソンでございます。死んだ。それじゃあね、このね、巨大なね、金玉2本で、金玉じゃねえや、金玉じゃ、巨大なポコチン2本ですね。ポコチンと金玉じゃ、えらい違いでございますね。2本立ってるこの駒駅のね、駅前の方にね、戻ってきたので、すごいよね、相変わらず。何度見てもすごいね、この巨大な2本をね。まあ、ということで、こっからまたね、電車に乗ってね、次の目的地に向かってみたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、今回の動画はこれで電車乗って終わります。ありがとうございました。先ほどはね、別の剣を入れてね、ダーンと鳴っちゃったのね、ちょっとちっちゃい階段がね、ありますけどね、その分ね、ちゃんとこうやってね、スロープで車椅子対応なんかもきちっとやってる、ね、バリアフリー対応の駅なんですよね。だからね、当然ね、前回の動画冒頭でね、ご紹介した通り、ちゃんとね、あのね、エレベーターがあるんです。この階段に登っていくのはなかなか大変でございますけどね、その必要はなくわけでございまして、このエレベーターをね、エレベーターを乗れば、このエレベーターはホームに参りました。ホームに連れてってくれるんですよね。本当に嬉しいですね。本当ね、ホームが閉まります。エレベーターのある時代に生まれてよかったみたいな。エレベーターもなかったのに。ご利用いただきましてありがとうございます。死んじゃいますよ、本当にエレベーターがないので、まあ、エスカレーターもいいけど、エレベーターも、ね、要するに階段と坂が嫌な僕ちゃんでございますね。はい、無事に上に上がってきました。反対側の扉でキャッチ。これぞ文明の利器でございます。このエレベーターは改札口へ参ります。いや、この駅は一線する方式なんですね。ですからです、列車交換がないときはですね、ここは今行ったあの電車はですね、秩父行きなんですよ。こっち秩父方面なんで。でもですね、この2番線というのはですね、先ほどご覧いただいたように、池袋方面に向かうホームってことなんで、そしてですね、ですから通過電車はですね、こっちの方が本線ということで、まあ、秩父方面に行く電車であっても通過線は、こちらの2番ホームの方を走り抜けていくということがですね、今分かりました。はい。なんかね、駒駅にはね、こうやってね、特急電車のね、停車位置をこう示すようなね、表示もあるんですけど、これはですね、多分さっきのですね、万寿車芸のね、シーズンにはですね、特急が臨時停車するということでございましてですね、こうやってラビューですね、ラビュー、あの新型特急のラビューのね、表示なんかもね、こんなところにですね、あったりして、観光客をね、万寿車芸、万寿車芸ね、やっぱね、あの葉っぱ見てもね、面白くないわ。やっぱね、花が咲かないと、あの、面白くないですね。はい。ということでね、ここはですね、駒駅です。先ほどの駒駅ですね。あ、なんかこの駅舎のね、駅舎っていうか、駅の屋根のレポートしようと思ったんだけど、まあ、この辺はですね、前、阿賀野の駅かなんかでやったのと同じ構造なんでね、省略して電車に乗ってね、もう行っちゃいます。はい。ということで、あ、電車来ましたね。こっちはね、2番線ですね。先ほどですね、秩父方面、乗ったんですけど、まあこれ飯能行きですよね。つまりこっちはね、本来飯能行きの電車が来るんですけど、通過電車でね、列車交換がないときはこっち側をね、ブワーンと通過してね、行っちゃうという、つまりこちら側が本線ということでございますね。はい。ね、これが飯能行きなんで、じゃあこの電車に乗ってね、次の駅へ向かっていきたいと思います。